新勢寺は、東京都杉並区梅里一丁目にある寺院で、新勢商人の起こした天台新勢宗の東京別院である。当寺院は、官営8年に伊賀国出身の新官商人によって、現在の文京区湯島の地に建立された。その後天那3年に、現在の台東区谷中に、さらに元禄元年に、現在の墨田区横川に移転した。現在地へは、 大正11年に移転した。当時院は、遠方元年に、三井高俊が、江戸、日本橋において創業した、越後屋の菩提寺になっており、俗に、三井寺とも呼ばれている。また境内は、杉並区内においては、第三位の広さを誇る。昭和20年3月10日の東京大空襲で、下町一帯は焼け野原になり、周囲にあった相撲部屋もほとんど消失。 一ヶ月ほど経ってから、講演会の取り持ちで玉の海引きる二所の関部屋が、曲がりした。5月25日の夜の空襲で、新税寺界隈も戦火に見舞われると、神風羅部屋の力士たちが、消火活動に奔走し火を消し止め、新税寺は守られた。翌日焼け出された双葉山が20名ほどの弟子を連れ、一ヶ月ほど身を寄せる。昭和21年10月には、 大の海が第45代横綱となる若の花を、スカウトし、新税寺に連れてくる。昭和22年夏場所千秋楽の夜、若の花と後の大関ことヶ浜が食事に行こうとすると、力道山に脱走と勘違いされ、意語目をかけられ、しごかれることになる。二所の関部屋は、昭和25年に、両国へ戻るが、大の海は、杉並に残り、若の花を連れて、 文家独立、杉並区阿佐ヶ谷に花籠部屋を創設する。新税寺は後に花籠部屋、双子山部屋を数軸とした、阿佐ヶ谷税先駆けの地となった。いずれも本所にあったものを当地に移築したもの。ありがとうございます。